すごい、テロップもそのままなんだけど。テロップもそのままになってる。わー、I love you。電化会さん、ありがとう。結婚してギフト。リチャさん、ピノンさん、ヤマトさん、キイさん、キヨシさん、ユウノくん、月影さん、ジドクさん、中澤さん、シゲさん、イレブンさん、ありがとうございます。ただいま、こんばんは。あ、30分待ってたの、待ってたの。30分あったら他のことできたでしょ。30分待ってた。一回始めてたから通知は来ない。そうなんや。まあでもでも配信予約を見てくれてた人がちょうどこれでいたら。良いのです。こんばんは。あ、思い出した。何をしなくちゃいけないか思い出した。ケンジー寺。結婚してきた、ありがとう。ウアンさん、ありがとう。釣りバカ星人さん、ありがとう。ニッシュちゃん、ありがとう。無色パンマンさん、ありがとう。思い出した、思い出した、思い出した。思い出しました。これでみんなに届くでしょう。ペコちゃん、ありがとう。わーい、息抜きの星もみんなありがとうございます。息抜きの星も、やっほー、ありがとう。なんか今日さ、めっちゃ土曜日って感じがせんのんじゃけど、本当に土曜日。今日って本当に土曜日ですか。カムランさん、はじめまして。日付的には土曜日か。あ、そうじゃん、今日祝日兼ねてるじゃん。今日は何の日だっけ。今日の祝日、緑の日とか違う。土曜日の祝日悔しいよね。三連休にならんパターンよ。悔しい。今日眉毛の存在感が
今日眉毛の存在感少なめなんだけど、なぜだろう。土曜日、本当は普通にお仕事ある日だから、私は土曜日祝日するし、ラッキーじゃん。おめでとう、おめでとう。祝日法を改正するかもよって。え、土曜日も、土曜日もなんか3連休みたいな、取れるよみたいな。そう、日曜と変わったらね、日曜と被ったら振り返ってくれる。やっぱ日曜日ってさ日曜日ってすごいな。渋谷事変見た？え、そう、見てない。見たいのよ、見なくちゃだ。パカって頭開くやつやろ。なんかそこだけなんか見たよ、話題になってますね。なんかさ、昨日テレビでなんか呪術廻戦について学ぼうみたいな、なんかテレビやってて、それが面白かった意外とさ、知らん人から見たらさ、呪術廻戦のキャラクターの名前とかってさ、結構なんか読みづらい。夏油夏油何やったっけ、シュウやったっけ、なんかとか言われてて、めっちゃおもろかった。ゲトウが、ゲトウさんが。でも確かにさ、知らないと読めないよね。両面スクナのことを両面何やったっけな、シュクニャン、両面シュクニャンって言われとったけど、おもろと思って。原作は読んでるの？私原作は読んでないです。なんか漫画もね、途中まで集めちゃったんじゃけどね、もう買いに行くのが大変で、買いに行くのが大変でさ、もうアニメで見ようってなった一生追いつけん、あの原作の話に。振り返り休日、私が振り返り休日にしてあげたいわ、みんなの。ブンゴさんありがとう。石丸さん、みーつんさんありがとう。アニメ勢です、こんばんは。でもどんぐらい進んどんじゃろう。なんかちょっとアニメもさ、最近見れてないけん、渋谷事変編に入ってもうどんぐらい進んどんだろう。あ、でも渋谷事変が最近始まったんか。なんかその前になんかもう一個ありました。ケンジハートありがとう。山ちゃんハートありがとう。こんばんは。今でも青は澄んでいる、今でもいいとこまで進んでるよって。だよね、なんか呪術廻戦またなんか盛り上がってきてますよね。ソロボチ見始めようと思います原作は多分ついていけない世界に行ってるって。マジ？もうじゃあアニメとかでやりよる世界線じゃないってことか。
もう原作はマディカ、マギカ。杉田さんこんばんは。でもなんかあれよね、今やりよるやつってなんか過去の話ですよね。下等と五条先生が学生の時の話をやってますよね。違う？そんな感じがするのはなんだろう、合ってるのかな、なんかそんな話なんかなって思ってる。あ、その話もう終わったんだ。あ、そうやわ、私がそうその変なやつの見て、なんかこう五条先生が 寝とってなんか生徒たちがなんか起こしに来るみたいなところまで見たんや。やけんあれだ、もう先生になっとる時の話が始まっとるんじゃ。ケンジありがとう。楽しみじゃわ。領域展開。でもこの前さ、大阪におる時になんかその展覧会みたいなのやっとって写真撮ってきた。なんかさ、五条先生の顔かなって思ったらさ、売り切れててさ、すごっってなったよね。すごっ。キウイさん、ごきざり、Thank you。あれ知ってます？みんな、めっちゃタコめっちゃタコ、ケンジめっちゃタコ。今めっちゃ目あったよね。こんばんは。え、今日の服ね、めっちゃ可愛いんですよ。見て、肋骨丸出し見て、肋骨丸出し、ここにハートがある。今日心臓丸出しで生きてます。ちゃんとね、あのね、手にも骨が、手にも骨が、まさにスケルトン。いろいろすごいことが起きてる。I love you、 ありがとう。そう、変わった服っていうか、まあこれはなんかビビッときた。でも私は秋はなんかちょっとカチッとした感じのシンプル綺麗め大人ファッションをちょっと目指そうかなと考えているんですが、ちょっとどうでしょう。本通りのサンリオまだ行けてないです。まだ行けてないんですよ。え、本通りのサンリオってさ、2階建てとかなんかな、2階建てとかなんかな。なんかこの前ね、大阪で見たね、サンリオ2階建てでさ、ってなった。
あ、2階あるん。こんばんは。こんばんは。昨日サンリオのスリッパのキーホルダー一つだけ買ったんだけどさ、欲しいの出なかった。見えん。シナモンとかかな。そろそろサメ見たいって。あ、サメ、あのやつですか。わ、名前が出てこ。フルジッパーのやつ、フルジップのやつ。なっちゃんの感性好き。はい、トン。2階建てだよって。やったやった。え、なんかマイパチルンの新作をちょっと買いたくてさ、キラキラの可愛いやつ。ちょっとソロ墓地いかなですね。入り口にキティちゃんのポップコーンの機械が。おお、え、キティちゃんのやつなの。なんかさ、前までさ、あったさ、広島の移転する前のサンリオショップ、ぐでたまやったんよ。キティちゃんに戻ったんだ。ランガーさん、ありがとう。ナイスチューミーシュー。あれかな、アウトレットのやつが来たんかな。きちっとした服も楽しみだわーって。6連覇サランさん、ありがとう。それサンリオで好きなキャラはクロミちゃんです。あ、危な、飛んでいくとこだった。クロミちゃんです。もうなんかクロミちゃんが好きすぎて、私なんか最近クロミちゃんになりたい。私クロミちゃんになりたいよね、最近。クロミちゃんになりたいんだよな。シナモン、シナモンかなって思った。のりともさん、ハート。やばいやばい、父いそちゃんハートありがとう。みんな名前を変えても私はみんなを暴けますからね。にゃー、いやあ、お、みきやくん300回目の訪問ありがとう。記念日ですね。タリーズの横なん、あ、タリーズの横なんや。タリーズの横って何があったっけ、もともと思い出せんわ。ウィッキー、ナイスミーチュー。そう、クロミちゃんになりたいの。なっちゃんはクロミちゃん楽しいって。え、そう、なんかもうね、クロミちゃんの虜になってしまって、気づけばクロミちゃん楽しになりました。DD は許さないぞ。 DD はめったよ。DD なんかはめったよ。でもね、 USJでクロミちゃんが喋っとるの見て、結構クロミちゃんいかつい喋り方するんよ。結構ね、結構ガチギャルなの、あのクロミちゃん。結構気が強めな。可愛いってなったよね。ポンポンプリン好きだけど、今はもう今はもうクロミちゃん単推しです。なんかポンポンプリンとポンポンプリン、なんかこう欲しいものにポンポンプリンとクロミちゃんがあったら、絶対クロミちゃん選ぶ。選択肢の中にね。こんばんは。お骨好きなの。お骨好きです。そういうところ含めて、そう、クロミちゃんマジあの沼よ。とアニメで喋ってるクロミちゃんよ。なんかすごいんよ。めっちゃマイメロはなんか、みんな来てくれちょっと上手じゃない。みんな来てくれてありがとうみたいな感じなんやけど、あたいはなんとかなんとかよみたいな。横でクロミちゃん、あたいはなんとかなんとかで、なんとかなんとかよみたいな喋り方しとって、おおみたいな、クロミちゃんいいぞ、そのこびない姿勢好きやでみたいな。
クロミーンってなる。そう、夜散歩は、あ、私昼散歩した。あ、私外出てないように見えて歩いてるわ。そう、お昼に2キロぐらい歩きました。こんばんは、ともさん、はじめまして。アニメのクロミちゃん不憫すぎてかわいそうなの。クロミと白身魚、白身魚だったらどっち屋ですか。食べるってなったら白身ですよね。クロミはもうめでてます。はい、クロミちゃんがよ。ちょ待って、コッペさん、コッペさん、タコちゃん、ありがとうございます。マジで大量発生しとるじゃん。コッペさん、ありがとうございます。もうみんな、あ、見抜けるからね、私。東京リベンジャーズは見たことある？見たことない。でもなんか、おっすみたいなやつやろ。多分私見たらめっちゃハマると思う。でも通り部ってなんかアニメっていうイメージよりかは映画のイメージがある。映画見たらわかるんかな。平井ファラオさん、あ、え、そ、なんかさ、おるよね、なんかめっちゃさ、クセ強なさ芸人さんで、めっちゃサンリオ好きな芸人さん、その方かもしれん。クロミちゃんやったっけ。なんかキャ、なんか一つのキャラクターめっちゃ愛しとって、なんかすごいちょっと怖そうな見た目しとる方なんじゃけど、なんかすっごいお家がそのサンリオのキャラで埋まっとるみたいな。クロミちゃんか。こんばんは。これはみんな、これはみんなあれなのか、今一緒の場所にいるのか、それともみたいな。あれほど個人情報は大事にしなさいって言ったでしょ。こんばんは皆さん。クリスティーナ・マッケンジーさん、ありがとう。絶対新潟にいるでしょみんな。めっちゃ絶対みんな今新潟で、あのなんか新潟のお酒飲みながら盛り上がってんでしょ。いまへん。10月の新作でサンリオショップで出るクロミちゃんのコチューシュ欲しくて悩んでる。つけてくとこなきゃ。え、ツーショットでつけるよ。ツーショットで、ツーショットでつけてきてよ。こんばんは。なっちゃん釣ってあげてください。たくさんのケンジさん、たくさん銀色お願いします。明日までです。おらん、なっちゃんラビュー配信で見てました。なちゃーんって送ったらなっちゃんもつけてくれるなら。え、どうなんやろうね、ツーショットってね、多分ね、どうなんだろうな、キャラクターものが配信とかでは多分つけれるけど、ツーショットやとキャラクターもの NG かもしれんけん、その後ではつけれんかもしれん。君とらさんありがとう。ケンジーハダルマありがとう。ススもハートありがとう。ハローだよね。うん、そうじゃね、そんな感じじゃね。初見です、はじめまして。東京 WR さん、渡辺なんとかさんかな。髪短くなった。いや全然。あ、てか私マツパしたいんだった。そう、マツパが完全に取れたので松葉しなくちゃ。
月末のためにまつげをギュインと上げなきゃ。みきやくん、だるまありがとう。ファンレベルも10に上がったじゃん今日すごいじゃん。カバナですが何かコッペだろお前、お前、お前さん、後ろにキラキラクロミちゃんがついてたとは。そう、もう寝癖がボンバーなので。なっちゃんに幕張に会いに行きます、よろしゅう。本当？マジで？みつるん本当に？よろしゅう。こんばんは。松茸パーティー？ケンジ、小文字のケンジ。違った、小文字のケンジ、小文字のケンジ、タコありがとう。 When will STU go to Indonesia? おー、行ってみたいです。 I want to go to Indonesia。 インドネシア food 食べてみた。なっちゃん目がパッチリで可愛い。キャ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 、ツーショットまでに髪伸びちゃうかなって。私私が伸びるんじゃない？でもまあ切るけどね。私はショート、ショートカッツにするけどね。うんうん、今月末。そう、確かに。ハウメニアに寄せ鍋キャンゴー大阪、月末の大阪のライブじゃない、大阪のコンサート来るよって人、来るよって人、手あげて、手あげて。ちょっと出血確認。ショートキャッチ。行きますよって。はーい、はーい、はいはいはーい、はーい。お、ともさん、はじめまして。はじめましてっていうか、はじめましてじゃない、ともさん、違うともさんかな。おきざりさん来るんだ、来るっぽいよ。みんな会えるんじゃないの。こんばんは。すごいですね、海外からも STU に会いに、公演を見に、来日、来日って言えばいいかな、してくれるだなって。来週は渋谷以来のなっちゃんだって。楽しもうねめっちゃ楽しみ。打ち上げ祭り、ユミニンシートすべての部当選って言ったっけって。わかんない、すごいね。りっちゃんさん、レインボースターありがとうございます。リコッチ配信離れてバンされたって、どういうこと。あれか、ずっとおらんかったらあれやけど、そんなちょっとの間で、ちょっとの間でバンされちゃったの。こんばんは。文吾さん、だるまありがとうございます。ドゥ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 。あの人ほんと配信中いなくなるからね一日さ何時間とか配信しとる、何時間配信しとるんじゃろ。
もうなんか日常をさ、日常を全部配信しとるって感じやもんね。それはね、いなくなることはあるでしょ。ジゾクさん、ハートありがとうございます。日常的におもろい、ニコチらしくていいじゃないですか。人には人の配信スタイルがありますからね。キラキラ星もありがとう。みんな、いや、わかる。なんかガラス張りのさ、ガラス張りの周りから見えとるさ、ガラス張りの部屋で2日生活しなさいって言われても私は絶対無理やけど、リコチならできそう。人には人の乳酸菌。Nice to meet you. はなっちさん、ハートありがとうございます。なんならガラスのそうじゃん。話しかけてね、話しかけてさ、ハートありがとうございます。うわ、なんかさ、だるまちゃん、アンドーナツありがとう。西村さんありがとう。明日何しようかな。明日呪術廻戦一気見しようかな。呪術廻戦一気見しちゃおうかな。こんばんは。公演の次の日は私は爆睡してしまうので、今日はちょっと人ではなかった。公演の次の日は私人間じゃなくなるので、ちょっと今日一旦人間やめて、明日はちょっと人間に戻ります。そう、私は今日人間らしい生活をしていなかった。これは渡辺あるあるの意味、人間一旦やめるっていう。マジ怠け者、冬眠中のクマになります。よく言えば眠り姫。人の形保てない時って誰にでもあるよね。ウケる。そう、もうほら見て、ほら、もうこんなに骨がもう見えちゃうぐらいまで冬眠ガチ勢。ごめん、さっき来た。明日は派手にやるの。あ、そう、なんか明日銀色のこのやつのイベントが最終日みたいなので、カラオケでみんなと達成できたら嬉しいなって思ってるんで、明日はカラオケ配信します。ぷんぷんぷん。いつぶり。いつぶり、ちょっと前にやったぶり。なのでみんな楽しみましょう。すすめん、たこちゃんありがとうございます。なっちゃんちゃん、ちゃんと食べてはります？ちゃんと食べてるよ。今年の夏さ、私いつも今年の、いつも夏さ、夏はさ、なんか食欲がさ、ヒーってなってさ、食欲がふーんってなってさ、何も食べんくなってさ、ガリガリになるんよ。でも今年はなんか多分ツアーとかがあったけん、ツアーとかでレッスンで体も動かしてたし、レッスンで外にも出てたから、ちゃんと
動いた分食べるじゃん。だから今年は現状維持って感じ現状維持のまま冬に突入するのでちょっと怖いんですけど、はい、いや骨が見えてたさかいって、ちょっとね今日はねヨホホホって感じで、今日ヨホホホって感じだろうね。ちょっとブルックなんですけど、まあ明日には戻ります。ヨホホホホ、さっきの声マイクラの村人のヨホってマイクラの村人の声見たら、ふんってやつ、うん、よほよほほほ、ブルックの声モノマネって一回やり始めるとマジで止まらんくなるけん、本当にみんな注意。私もうなんか全ての驚いた時とかによほって言っちゃいそうになるもんこんばんは、ひなちゃん推しの方だ、みよさん、みよほほほよ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 ほ、Nice to meet you. え、私ね、今日ね、あのね、なんだっけ、NST 祭りだっけ、違う、なんだったっけ、NCT 祭り、違うな、なんだったっけ、NST 祭りだっけ、あの、TSS さんで配信されとった、あの、新潟のお祭りのやつ見てた。みんな見た？すごかった、うっみたいな。 NST クリスティーナ・マッケンジー、ありがとう。あれさ、最後さ、最後さ、最後マックス時のやつさ、ブチって切れたけんさ、みたいなさえってなってさ、なんかラストにもう一曲みたいな感じにさなる展開かと思ったらさ、なんか普通にガチで音声トラブルやったっぽくてさ、なんかすごい、あれすごかったよねあれ持っとるわほんまに。ハプニングもなんかさ、なんかいい感じにさなんか楽しくなったよ。だるまさん、ありがとうございます。そう、めっちゃどうなんやろ、アーカイブで撮るんかな。未来はいつも歌うようにも、うんうんうん、明日明後日か、明日か、こんばんは。私もちょっと音を止める力をつけなきゃ。こんにちは、インドネシアから来ました、私の名前はリフキーです。 Nice to meet you, リフキー。なっちゃんはシャインマスカット好きなフルーツですか？大好きです。達成できたら嬉しいな。シャインマスカットのモダンゴー、こんばんは。月見月さん、だるま、ありがとうございます。シャイマス美味しいよね。なんか明日お昼にちょっと配信できそうだったら、お昼に15分ぐらいかな、ちょっと配信しようかなって思ってるんで、ちょっとだけお昼に
夜は夜にカラオケ配信をするので、お昼なんかちょっと時間があったら配信できたらしようかなと思ってるんで、日曜日だしいつもしない時間にね、ちょっとやってみるのもおもろいかなと思って。ちょっとやってみます、久々に。なるなりさん、だるまありがとうございます。お昼ご飯配信、お昼ご飯かな、わかんない何をするかは見て。箱に行くの、なっちゃんやん、なっちゃんやんの、あれ見た、え、なに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 、なんか、なんかあれ、え、なに、なんだ、なんかが解禁されたの、待って待ってよ、こばわ、クリミン、だるまありがとう。待って、私携帯が今なくなった、待って、携帯が、携帯の通知、ああ。ドゥ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 、動物園のやつ？え、待って、何、動物園のやつ？何それ、こんばんは、明日は気合い入れていくわ。写真集のやつ、え、何県で優勝ありがとう。どういうこと？サーヤンのってこと？わかった。なっちゃん、やんの？やんの？あれ見た？って。サーヤンのってことね。びっくりした。なんか私何かをするの？っていうかと思った。やんのね。サーヤンのね。見た。え、お尻可愛くない？私の。やんのって、そういうことね、何かをするのかと思った。さあやんのね、やんのさ、え、お尻超可愛くない？お尻かじり虫になりそうになりましたとだけ言っておきます。はい、え、なんかわかる、お尻って感じじゃなくて、おちりって感じ、おちりかじり虫になりそうでした。これが私のコメントです。おちりかじり虫になりそうでした、私の感想。ぜひ帯に書いてくださいぜひ2期研究生じゃない、同期2期生渡辺夏樹より、おちりかじり虫になりそうでしたで帯に書いてください。はい、ウケる。そう、
秋元先生のコメントの下に書いてもらう。ちっちゃく、ちっちゃくでも英検書いてもらう。見た見た。私あのね、お風呂に、お風呂のさ、あわあわさあやんのやつがめっちゃ好き。表紙あのあれどこ限定のやつやったっけな。あわあわお風呂のやつ欲しい。あれ多分女の子一番あれ好きなんじゃない。あれグーカワ、久々にグーカワっていう言葉使いました。ダウンさんこんばんは、こんばんは。あれいいよね、あれいっちゃんいいんじゃない。あれこそなんか本領、なんかサーヤンの本領発揮って感じ。共感してくれますか。私あの目超えてるんでとか。レナとも DZ さん、はじめまして。 HMV 限定だな。予約予約って、あ、じゃあ私の代わりに予約しといて、ちょっとあのプレゼントボックスに入れてください。私の私のみんなあれでしょ、あの見る用保管する用、人に配る用買うんじゃろ。みんな知っとるけんね、みんな知っとるけん、みんな、あの私用もなっちゃんにあげる用もね、ぜひあのみんな人に配る用の中に入れておいてください。はい、ケンジーありがとう。よくわかってるなって。こんばんは。ドゥ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 、こんばんは。じゃあ今日の配信は30分までです。ケンジーありがとう、 I love you。 ぬぬぬぬぬ、よほほよほよほ、浴衣がいいなーって。私私ですか。うん、髪を切ろうか悩むけど、なんかもうちょっと襟足伸ばしたいよね。ぬぬぬぬぬぬぬ、なぎさ最高。あ、でもこの前なんかね、この前なんやろ、この前なんやろ、あ、この前か、チャートリの公演だ。チャートリの公演の時にサーヤンと写真を取り合いっこした時に、そう、写真取り合いっこした時に、私はね写真集の探りを入れたんですよ。え、あの写真集のさ題名とか決まったんって聞いてみたんよ。そしてまだってまだって言われました。どうなんだろう、何になるのか楽しみです。私もみんなと同じタイミングで知ることになると思う。よろしく。よし、サーヤンのあの写真集のツイッターのアイコンのやつ、あれ太宰府やんなって、私見覚えのある景色やったから、そうたらおおみたいな、おーみたいな。あれさ、手に持っとうのさ、マジさ、あなたがさ、なんかさ、あなたのサイズ感がさ、ちいちゃいけん、なんかすっごいでっかいさ、カニカマをさ、なんか 4つ持っとるんかと思ったわって言ってしまった本人に。カニカマみたいな、カニカマに見えるっていうのは初めて言われたわって言われた。
そう、なんかさ、なんかさ、多分さ、あれアイス、多分アイスなんよ、いちごのアイスみたいな、くず餅アイスみたいなんよ。でもさ、なんかあの人が持っとるとね、なんかさ、めっちゃでっかいカニカマ持っとるように見えるよ。すっごいアイスがでっかく見えて、なんかアイスじゃないよね。マジでどんな話しとるんって感じよね。 This is だるがらみよね。マジごめん、だるがらみをしてしまいました。ヨネさん、だるま、ありがとうございます。ケンさん、ハート、ありがとうございます。見てきた、カニカマだわってみっけ、見つかっちゃった。マッケン、マッケンじゃなかった、マッちゃんやった。マッちゃん豊かさん、マッケンはマッケンユーです。顔ちっさい、ほんまに顔ちっちゃいよね。なんかもう出てきそう、いや出てきそう。こんばんは。なっちゃんのサイズ感はかなりサーヤに近いけど、え、本当に？なんかさ、わかる？なんか自分がさ、自分のサイズ感ってさ、いや、わかんないもんよ。え、私あんなにって、あんなにっていう言い方はないけど、え、私のサイズ感ってあんな感じなの？なんか自分からさ自分のさ外見って分からんやん。それが知られてないことの方がおもろいって、多分ね、自覚がないんよ、そのその自覚がないんですよ。なっちゃんも大概小さいけどね。ってマジごめん、ちょっと態度がでかすぎるんかもしれん。よし、私がサーヤンのサイズ感に近いっていう自覚がなさすぎる。自覚がなさすぎるわ。なっちゃんのがもっとプリキュアじゃない？知らん。セクハラで訴えます。嘘。並ぶとよく分かる。本当に？なめなめなめ。確かにサイズ感分からんな、マジわかる。自分のこと小さいと思ったことないけど、小さい言われる。おいやん、サイヤン10代に見えるからな。いや、ほんまにね、なんかの写真集のカットのやつが、えみたいな、えみたいな、小学生やんって思ったもん。小学生行けますぜって思った。にちゃさん、レインボースターありがとうございます。あ、ノアピと一緒に撮った写真ね。昨日は夫婦の日だったので、撮ったツイッターに載っけた写真は夫婦とその子供っていうコンセプトで、隠れコンセプトで載っけました。ノアピは私の子供です。いや、マジでさ、いとこにそっくりなんよ。いとこにそっくりなんよね。マジで可愛い。マジでノアピのことはいとこと思っとる。本当に中田さん、だるま、ありがとうございます。なっちゃん美人でめっちゃ可愛いって、マジ、あの美人と可愛いを兼ね備えていいんですか？ありがとう。兼ね備えちゃっていいんですか？そう、夫婦と子供みたいな。ピピピピノアピ、なんかさ、 MC でさ、ノアピがさ、くるくるとなんかこう会った時にハグをするような仲になってみたいな話をしてて、あれと思って、私もさ、なんかね、公演中じゃない、リハ中だ。待って、変なものしちゃった。リハ中にさ、
いきなりね、ノアピがノアピと目が合ってね、ずっとね見つめ合いよったんよ、じーって。たらさ、ノアピが近づいてきてさ、ハグしてきたんよ。でゲンさ、私もさ、うーってさうーってハグしたんよ。ちょっとあの子あざといよ、あの子あざといケンケンさん、タコちゃんありがとう。待って、もう今日やばいじゃん。可愛くない？この前ね、そう、この前の課外活動公演の時にね、可愛いね、可愛い猫のね、猫の服着とったんよ。うわ、猫じゃんみたいな、服に猫じゃん、可愛いやんみたいな。私もなんかこういうの着とった時期あったわーっていう話をね、ノアピにしとった。これはですねってこれはですね、あかりんさんを釣るために猫着てきたんですけどって言って、え、あかりんさん気づいてくれたって言ったら、全然まだ気づいてくれないんですってマジおもろいと思って、じゃあちょっと気づいてもらえたらまた教えてみたいなでも全然気づいてくれんかったらしく、そう、あかりんさんと話してて、近くにノアピがいたから、あかりんさん気づきましたって、ノアピ猫着てますよ、ほんとだーって猫かわいいってあかりんさんが言ってて、これあかりんさんを釣るために今日猫着てきたんですよって、ノアピが猫着てきたんですよって言ったら、ほんまにみたいな、もうようできとるわこの子はってめっちゃ褒めとった超かわいいマジ。なんかさ、大人っぽいけど子供よな、なんかコナンみたいジョージさん、タコちゃんありがとう。うわー、電化会さん優勝、たくさん優勝しましょう、あれですね、ありがとう。ユミニットくるくる、明日誕生日やな。なんかさ、 STU って誕生日がさ同じさ人意外といるよね。過去にいた卒業しちゃったメンバーも含めてだけど、結構誕生日ってさそんな被るんだって思うぐらい被るよね。だるまありがとう。ほなまた来ますわ。おやすみ、ごやすみ。絶対寝ないでしょ絶対寝ないでしょ、絶対他の配信に行くんでしょ。おやすみ。昔3人一緒ね、3人一緒とかさあったよね、普通にすごいじゃん。打ち上げ祭当選しました、おめでとうございます。打ち上げ祭マジで本当にまだ何やるかさ、私たちもさ知らされてないんだけどさ、なんか噂によるとカラオケみたいな感じなんでしょ。お楽しみにお楽しみにバレてますがな。そうよ、何でもバレるんよ、何でもかんでも。でもちょうどよかったね、私の配信もこれで終わるからよかったね、ちょうどではでは、ランジャ見まーす。13位リチャさんありがとうございます。12文吾さんありがとうございます。11位ジドクさんありがとうございます。10位ケンジありがとう。8位ジョージさんありがとうございます。9位ケンジありがとう。7位ウアンさんありがとう。6位ケンジありがとう。5位ケンジありがとう。4位ケンジありがとう。3位ケンジありがとう。2位ケンジありがとう。そして第1位電化会さんありがとうございます。では皆さん、今日も一日ありがとうございました。ちょうどよかった、わい今日誕生日でしたんでおめでとうおめでとう。ではでは、
なんかすごいことが起きてますね。みんな名前を戻すの忘れないようにな。みんな名前を戻すの忘れんようにな。あの推しにびっくりされるよ。ではでは、また明日もこれで来られたらマジで笑っちゃうんだけど。ではでは、配信最後のあっち向いてほいいきますよ。せーの、あっち向いてほい、上。今日は一日ありがとう。ではおやすみなさーい。戻すとはってウケるんだけど、戻さなくてもいいよ。すごいちゃんともう役に入りきっとる君。いいね、ありがとうございます。おやすみー。